こんばんは、ゆうすけです。今回はドラゴンボールヒーローズプチアルティメットキラキラパックを開封したいと思います。これはネットで買えるんですけど、カードショップかりんとうというところから購入しました。で、1パック2000円で、3枚のドラゴンボールヒーローズのカードが入ってるんですけど、アルティメットレア1枚確定の、あと2枚はスーパーレアかキャンペーンになっています。じゃあ開けますね。はい、はい、ベジータと、お、ビビディですね。ジェーム3段のビビディです。これ持ってなかったんで嬉しいですね。で、メタルクーラー、キャンペーンはなくてスーパーレア2枚、メタルクーラーとベジータのスーパーレア2枚とビビディゲットしました。強いのかなこれ。まあとりあえず持ってないんで嬉しかったです。まあこんな感じでこれからもオリパの開封動画とか上げていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。